湯戸の山は、山形県鶴岡市及び道県西村山郡、西川町にある、標高1500メートルの山。合山、はぐろ山と共に、では三山の一つとして、主験道の霊場でもある。南から見た湯戸の山、バーガ竹、合山。湯戸の山は、古来より、山岳信仰の対象と、この神社は、 社殿も廃殿もないという点が大きな特徴である。中世を通じて数形を集め、伊達政宗の母は子宝を祈願し成就したことから深く祈したという。天正七年病を患った、最上義満も治癒祈願した。湯戸の山の神社とその周辺の詳細については、語るなかれ、聞くなかれとされており、松尾芭蕉も、 奥の細道における湯戸の山の部分については、総じてこの山中の微細、行者の方式として多言することを禁ず、よって、筆を留めて記るさずと記るし、語られぬ湯戸のに濡らすともとかな徳を読むのみに、とどめている。湯戸の山の神社周辺。現在は、上述の御神体の近くまで道路が通じているほか、湯戸の山から、合算や、 羽黒山へ向かう登山路も開拓されてきている。バスでは、湯戸の山の上社の直近、徒歩で5分程度の距離の場所まで行くことができる。湯戸の山の上社の本宮からガス山への登山路は、では散々参拝の最難所とされており、特に中原には、水木光、石月光などの岩場が 1.5km ほど続き、その間、鉄の梯子や鎖を利用して登らざるを得なくなる。 なお、湯戸の山の上社から湯戸の山の山頂までの登山道がないため、当期は合算道路の合算第一トンネルの入り口や県立自然博物園の裏からスキーによる登山を行う方が快適とする主張もある。湯戸の山スキー場は第三セクターである湯戸の山観光開発公社が運営してきた2500メートルものコース延長を 誇る庄内地方最大のスキー場であり、利用者は年間3万人以上と言われる。なお、スキー場があるのは厳密には、湯戸の山ではなく、品倉山である。湯戸の山スキー場は、近年、利用客の減少で経営が悪化し、湯戸の山観光開発公社は、以前リフトの新設等のためにした借入金の返済に急することとなった。 このため、校舎は、自らを解散して、筆頭株主である、鶴岡市に、スキー場の運営を引き継ぐことを検討し始めた。その結果、2013年11月22日、鶴岡市の朝日中央公民館で開催された、校舎の臨時株主総会にて、2014年夏までに、資産や負債を整理して、解散を行うために、鶴岡簡易裁判所に、債権者である、 鶴岡市と JA 省内田川との調停を申し立てることが決議された。鶴岡市長は公社の解散決定を受け2013年11月25日の定例記者会見で市が施設や土地を買い取る意向を明らかにした。市が負債を生産すれば経営は安定する見通しだという。なお、鶴岡市などによるとスキー場は 国有地に存在するため、廃業すれば、現状復帰等のために20億円近い費用がかかるという。2014年3月20日、鶴岡市は、鶴岡簡易裁判所が示した、債務者、湯戸の山観光開発公社と、債権者、市及び JA 省内タガーとの調停案を受け入れることを決め、市議会3月定例会で、関連議案が可決され、4月1日、 17日に朝廷が成立することとなったこの調停案は、後者の資産を市に売却するなどして、市からの借入金全額と、JA 省内田川からの借入金の一部とを返済し、その上で、市が JA と損失保証契約を結び、市が JA からの借入金の残額を弁済するというものだった。後者は4月下旬の臨時株主総会にて、 解散の承認と生産人の選任を行い、夏に解散する予定となった。ABCDEF、湯戸の山、伊達市地下記録牧の一 PP37 ハット AB、湯戸の山、ハット ABCD、湯戸の、山スキー場を継続するお菓子施設など買収へ、ハット AB、湯戸の山観光開発公社解散へ、調停申し立て決議、ハット ABCD、 ゆドの、ヤマスキ以債務整理調停成立へ、運営公社めぐりつるおなど。ありがとうございます。